未来へ時間を進めよう。アフロフューチャリズム。ブラックユニティブレイデッドソロループは、黒人の歴史と文化を称えるために、黒人のクリエイティブチームと彼らに協力するスタッフが、アップルの様々な場所から集まってデザインしました。アフリカンディアスポラの人々の歴史を科学、テクノロジー、そして解放の文脈で探求する思想。 アフロヒューチャリズムからインピレーションを得ており、社会的に認知されてきた人も、されてこなかった人も含めて、何世代にも渡る黒人たちを称えるとともに、より公平な世界の必要性を象徴しています。パンアフリカンフラッグの色があしらわれた、このバンドは、1 6000本の再生素材のポリエステルフィラメント糸を、 先進的で高精度な変速機で極細のシリコン糸に織り込み使う人にフィットするようにレーザーで正確な長さにカットして作られました。テクスチャーがあるソフトな質感で体感耐水性能も持っています。文字盤の張りが1日の時間の経過とともに変化する光を発するユニティライト文字盤とお揃い、ラグには ブラックユニティの文字がレーザーエッチングされています。ラシャルエクイティジャスティスイニシアチブレジアップルは、有色人種コミュニティの中でも、特に黒人コミュニティに対する制度的な障壁をなくすための取り組みを続けてきました。その一部がブラックユニティコレクションと、それが支援する組織レジです。